むっくりは、アイヌ民族に伝わる竹製の楽器、黄金と呼ばれる楽器の一種。むっくる、むっく、むふくな、むふくんとも呼ばれるが、むっくりが現在最も一般的な名称である。むっくり。輪になった紐を左手小指にかけて持ち、もう一方の紐を右手人差し指と中指に挟んで引っ張り、演奏する。竹製の薄い板に紐がついており、 この紐を引っ張ることで弁を振動させて音を出し、これを高校に共鳴させる。音程はほとんど一つの音高から変わらないが、口の形を変えることにより共鳴する倍音のフォルマン等を変化させて音楽表現とする。むっくりの名手、作者としては、安藤梅子、氷川清、弟子し子出身、演奏、遠山崎出身、演奏、床緑出身、演奏、 鈴木君よ、諏訪義満、晴れ大輔などが挙げられる。映画、ゴジラの音楽で知られる、作曲家の伊福部明は、幼少時に、アイヌ集落へ頻繁に出入りしていたが、ある時、アイヌの少女がムックリを演奏しているのを見て、自分も習いたいと申し出たところ、ムックリは、女の演奏する楽器だからダメだと笑われ、断られたという。ただし集落によっては、必ずしも女性のみといった、 性別制限の習慣はないものとされる。これまで比較的容易に入手できた主なアイヌ音楽の CD には、むっくりの演奏が入っていないことが多く、従来あまり注目されることがなかったが、最近では、むっくりの生み出す頻繁なバイオン変化のサウンドがテクノなどに例えられることもあり、若者を中心に愛好家が増えている。他にアイヌの民族楽器としてはトンコリなどがある。 むっくりは、黄金の一種であり、モンゴルなど、世界に類似の楽器が多数ある。また、高校を利用しバイオンを変化させる楽器は他に、ディジュリドゥなど、声楽表現としては、モンゴル族のフォーミーがある。ありがとうございます。